窮屈感弱ったみたいですよね。あっから地獄に落ちる宣言を LINE でもしてたから。ピンっつって。そういや昨日の国劇は梅原後援会のバイソン3人が優勝してて笑った。みんここじゃねえのか。それにしても梅原さんからライン来るって冷静に考えてすごすぎる気がする。仕事中とかに、なんか、ピロンっつって、梅原大悟、ピロンフードっつって、ピロン餅みたいな。考えられてみようかな。高校とか専門学校時代の同級生とかに行っても信じてもらえます？プロになりましたって言ってもマジか。配信もLINEもできるのに梅原さんまだAmazonで買い物したことないらしいよ。マジで？あれかな？マネージャーさんとかに任せてる。届かねえ。と思ったら悲しいのになっちゃう。俺は専門時代もバイトしてないの。学生時代はなんかひたすら筋トレしてた。いや、その頃は全然よ。スト 4PP500 ぐらいだったし。中学生の時は初めて女の子に告白されて付き合ったけど、高校受験に落ちた途端に、彼氏が低学歴とかややって捨てられた。これワンチャン、ワンチャンどころじゃないな。めっちゃ残ったな。専門時代とかスト 4PP500 ぐらいだって、それで一応満足はしてたんだが、専門の時になんか、急に PP2000 とか3000の先輩たちが大量に出没し始めたから、必要に駆られ
頃ですか。モルモットのこと。専門でも会社でも先輩に恵まれてるよね。あれ、今プロライセンス取って、プロライセンス取って梅原さんと同じチームに一時的だけど入って、でしかもなんかゲーム配信までやってて、ツイッチパートナーだからな。確かに、ずっと。当時からは考えられないな。先輩の方が強いってのもなかなかだよな。そう、まあ、てかその時ストフォーはまだでもあれかな、もともとストフォーもなんか高校の時から始めたんだけど、始めたというかバーチャからストフォーストリートファイターに戻ってきたんだけど、 PP500 ぐらいでもね、なんていうかその高校の周りの友達よりかは全然強かったな。500で十分だったから、それより上があんまり魅力を感じなかったんだけど、専門に入ったらね、急に2000とか3000とか、俺の PP の4倍、6倍みたいな。なんだったらなんか、Xbox で PP5000 の合気とかまで来たから。あります。俺の PP の10倍を誇る合気とか、が来たもんだから、もうちょい上を目指そうですって。こなせんきゅう。それは家庭用？家庭用。まあなんか、その先輩とのなんか、出会いはゲーセンだったけど。たまたま、ゲーセンでちょっと、時間潰してた時に、ストフォーをちょっとゲーセンでやってて、そしたらなんか、その先輩が、お、ストリートファイターやってるみたいな。あー、さすがに、よくわった。で、実際ゲーセンでその場で対戦したら、この先輩めっちゃ強いんだけど。あれ。